地域の復興創生を図っていく上で大きな役割を果たすことが期待されます。品種の方を、選定をして、この木より上に逃げてもらうことで、命を守ろうというような、趣旨に。いつの日かですね、たくさん桜がまあ揃って花見の時期にですね、花を見に来るということができたらいいなというふうには思います。11月5日がですね、世界津波の日に制定されたわけでありますが、まさにあの辛い経験をですね、知見として全国世界でですね、防災減災に生かしていきたい。